マイリス・ブリエディスは、ラトビアのプロボクサー、元キックボクサー。リガ出身。元 WBC 世界クルーザー級王者。元 WBO 世界クルーザー級王者。現 IBF 世界クルーザー級王者。ラトビア初のプロボクシング世界王者。元々は、キックボクサーで70戦以上のキックボクシングの戦績がある。主な戦績は2007年世界。 アマチュアキックボクシング選手権で3位。2008年、ヨーロッパアマチュアキックボクシング選手権優勝。2002年から2010年までは、ラトビアのキックボクシング王者だった。2008年4月、オリンピックのヨーロッパ予選にヘビー級で出場し、準々決勝で敗退。2009年10月11日、リガのハンサスコラで、ラウリス、エアシアウスカスとヘビー級4回戦で、 ボクシングデビュー。2013年11月22日、リエパーイアヤのオリンピックホールで、ルボス・スーダといわ世界クルーザー級王座決定戦を行い、スーダが5回終了時に棄権し、TKO 勝ちとなり、王座を獲得した。2014年7月26日、リガのキプサラエキシビションセンターで、上位ベガスと WBC バルティッククルーザー級王座決定戦を行い、 9回1分9秒 TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2014年11月14日、イリエパーヤのオリンピックホールでスマイル・アブドルと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収めイバ王座の初防衛に成功した。2016年2月21日、リガのアリーナリガでダニー・ベンターと IBF ・インターコンチネンタル・クルーザー級王座決定戦を行い、 二回二分二十四秒、TKO 価値を収め王座を獲得した。2016年5月14日、リガのアリーナリガで、WBC 世界クルーザー級、シルバー王者のオランレワジャディオドラと対戦し、九回二分五十八秒、TKO 価値を収め王座を獲得した。2017年3月28日、 トニー・ベリューの名誉王座認定に伴い、イボ世界クルーザー級王者で、WBC 世界クルーザー級2位のマルコ・フックと、WBC 世界クルーザー級1位のブリエディスの間で、WBC 世界クルーザー級王座決定戦を行うよう指令を受けた。2017年4月1日、ドルトムントのベスト・ファーレン・ハーレンで、イボ世界クルーザー級王者で、 WBC 世界クルーザー級2のマルコフックと WBC 世界クルーザー級王座決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収め WBC 王座の獲得、イボ王座の獲得に成功した2017年4月10日 WBC は2017年4月度の月間優秀選手賞に選出した2017年9月30日 リガのアリーナリガで行われたワールドボクシングスーパーシリーズクルーザー級準々決勝で WBC 世界クルーザー級12位のマイク・ペレスと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功 WBSS の準決勝に進出した準決勝では WBO 王者のオレクサンドルーシクトの統一戦となった2018年1月27日 リガのアリーナリガで行われた WBSS クルーザー級準決勝で WBO 世界クルーザー級王者のオレクサンドル、ウシクと王座統一戦を行い、プロ初黒星となる12回0から2の判定負けを喫し WBC 王座は2度目の防衛に失敗し王座から陥落、WBO 王座の獲得も失敗し、WBSS の決勝進出を逃した。 2018年7月21日、ロシアモスクワのオリンピックスタジアムで行われた WBSS クルーザー級決勝戦、オレクサンドルーシク VS 村とガシエフの前座で、ブランドン・デロリエと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め再起に成功した。2018年8月29日、ブリエティスが WBSS クルーザー級第2シーズンの出場を発表し、 1> 第1シードとなった。2018年11月10日、シカゴの UIC パビリオンにて、WBSS クルーザー級第2シーズン準々決勝で、ノエル・ゲボールと WBC 世界クルーザー級指名挑戦者決定戦を行う予定であったが、試合2日前に WBC 世界クルーザー級ダイヤモンド王座決定戦に変更して行われ、12回、 3から0の判定勝ちを収め WBSS 準決勝に進出しダイヤモンド王座を獲得した。2019年6月15日アリーナリガにて WBSS クルーザー級第2シーズン準決勝として牛久の返上した WBC 世界クルーザー級王座決定戦とクシシトフグーバ付きの保持する WBO。 世界クルーザー級王座の二つの王座をかけて対戦する予定だったが、試合直前に詳細は不明ながら、WBC が WBSS 運営の対慢を批判して、WBC 王座がこの試合にかけられる承認を取り消したため、WBO 王座のみがかけられて試合が行われ、ブリエディスが3回 TKO 勝ちを収め、WBSS 決勝に進出し、 WBO 王座を獲得した。しかし試合で減点はされたもののグーバツキがダウンするほどのブリエディスの反則の肘打ちがあり、それに加えてレフェリーが2ラウンド終了のゴングを聞き逃して約10秒も時間をオーバーして試合を続行させ、しかもその間にブリエディスのクリーンヒットでグーバツキがダウンするというレフェリーの取り返しのつかないミスなどがあったため、試合後グーバツキは WBO にノーコンテストへの試合結果変更を求めて訴した。2019年10月26日、WBO は審理の結果、ブリエディスの反則の肘打ちは意図的なものであり、レフェリーの判断の誤りも何度かあったと確認。グーバツキの要求したノーコンテストへの試合結果変更は、WBO にその権限がないので変更できないが、グーバツキと、 ブリエディスに108回内に即時の再戦を命じて、もしブリエディスが即時の再戦を行わない場合は、WBO 王座を剥奪するとした。2019年11月25日、ブリエディスがグーバツキと再戦を行わずに、WBSS 決勝戦のユニーエルドルティコスとの試合を優先させる決定を下したため、WBO は、ブリエディスの保持する WBO。 世界クルーザー級王座を剥奪した。2020年3月21日、WBSS 決勝戦として、ユニエルドルティコスとの試合が決定していたが、新型コロナウイルスの影響で5月16日に、試合延期になった。2020年5月16日、WBSS 決勝戦として、ユニエルドルティコスとの試合が決定していたが、新型コロナウイルスの影響で2度目の延期になった。 2020年9月26日、ミュンヘンのプラザメディアブロードキャスティングセンターで行われた WBSS クルーザー級第2シーズン決勝で IBF 世界クルーザー級王者のユニーエルドルティコスと対戦。12回2から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功し、WBSS クルーザー級第2シーズン優勝を飾った。ありがとうございます。